俺もいつかあんな風にみんなを守れる力が欲しい。ここから天下を取りに行く。みんな、俺についてきてくれよな。呼びましたか？私は引退する。後のことはお前に任せたいと思う。任せてください。お呼びですか？俺、引退することにしたんだ。あとはお前に任せたいけど、大丈夫か？はい、承知しました。急に悪いな。ああ、なんていうか、お前に伝えておきたいことがあるんだ。その、好きだ。ずっと一緒にいてほしい。返事は今度聞かせてくれ。この先もずっとあなたと一緒。これってとても幸せなことだと思うの。これからは俺がお前を守ってやる。だからずっとずっと一緒にいよう。これからは一生大切にする。こういうのって本当照れるよな。あなたのことは私が守るね。だからずっとそばにいさせて。義兄弟のちぎり、あなたと交わせて嬉しく思う。俺たちのちぎりは絶対だ。これからも頼りにしてるぜ、義兄弟。
俺、人を頼るのは苦手でさ。でも、お前になら背中を預けられそうだ。一人ではないというだけで心強い。これが背中を預けるということか。俺が支えてやる。だから、もう一回天下を目指そうぜ。くそ、どこに逃げた。まだ遠くには行っていないはずだ。おい、おい。これだけ集まったのですね。これだけあれば心配ない。みんなも困らなくて済むはずだ。なんていうか、すごいですね。これだけあれば十分だ。あとはこれをうまく使わなくては。おい見ろよ、あいつが例の。ああ、戦場の死神ってやつか。おっかねえな。どこもかしこもおめえの武勇伝で持ちきりだぜ。俺様のお株奪いやがって。これはみんなを守ってやるための力だからな。頑張ってきた甲斐があったぜ。すごいな。お前にならこの先も護衛を任せられそうだ。ありがとう。お前の部、これからも頼りにさせてほしい。
今夜の戦果はこんなもんでしたぜ。あるところからはどんどんむしり取ってやりやしょう。天下を取るまであと一歩だ。みんなで力を合わせて絶対に勝とうぜ。町が栄えれば揉め事も増える。みんなの様子にも気を配らないとな。この町、ここまで成長していたのですね。今気づきました。あの、そういうのってまずくないんですかね。ここも成長したよな。昔と比べたらすごい進歩だぜ。なぜそんなものを送るのでしょうか。これからは俺が全部やらないとな。絶対いい国にしてみせるぜ。やっとここまで来たぜ。
ついてきてくれてありがとな。変化をつかめたのはみんなのおかげだ。これからもその理想を叶えるためあなたを支えます。やっとここまでたどり着いた。ありがとう。皆が支えてくれたからここまで来られた。なんていうか本当にすごいです。これからもあなたについていきます。